どうもハラブルダチャンネル。38,447頭犬、はい、123,400頭、はい、猫、はい、平成24年度に、処分された犬猫の数でございます。ほうほうほう。犬猫合わせて合計15万強ですかね、はい、とんでもない数の、処分されております。これちなみに世界で何位かご存知ですか、殺処分の数。まあ、何位って聞くぐらいだから、まあ、5位ぐらい。1位です。お、はい、つまりこの地球上で最も犬猫を大事にしていない国、それが我々が住んでいるここ日本でございます。ちなみに最も犬猫を大切にしている、国、殺処分数ゼロの国がございます。ご存知ですか。意外と中国。ドイツです。意外とは中国人怒るから。そうかそうかそうか。ドイツという国は殺処分が、年間通してゼロでございます。それに対して、15万頭、世界ワースト1位の日本、何が違うのかといった話をしていこうと思います。それでいってみよう。殺処分なんかはなくなんないよ、君たちが保護犬や保護猫を善人面して引き取っている以上は、なくなりません日本は、ね。さっき15万頭約ってお話しましたけども、15万のうち1引き取ったって149,999になるだけ、変わんない。大事なのはその15万をゼロにすること、ね、15万引く X の X の部分を、ね、増やす、引き取る人を増やすことが大事なんじゃなくて、15万の方をゼロにしなきゃいけないよねっていう話を僕よくさせていただいてます。なのにみんな日本人っていうのはかわいそう、助けたい、あ捨てられてる、あ殺処分される、かわいそうだから私が守ってあげなきゃって言って引き取る。でそうやって、簡単な気持ちで引き取ったばかりにまた飼育しきれなくなってその子を捨てる、負のループ。ずっと減らない15万のその数字、これが日本のペットの現状でございます。さっき言った、ドイツというのにはですね、ティアハイムというのがございます。簡単にご説明しますと、日本でいうところの保健所みたいなところです。保健所っていうのは、殺処分を待つ犬猫たちが収容されている場所でございます。ドイツにもそういう場所はあるんですね。つまり、殺処分がゼロの国ドイツであっても捨てられる犬猫はいるということでございます。捨てられる子はいるんだけども処分される子はいないよ、これがドイツです。はい、でそのティアハイムという、のどういった施設かといいますと、ボランティアで成り立ってます。一銭も、コストがかかってない、日本の場合は保健所、これ地方公務員でございます。なので給料が発生するよね、当然たくさんお金がかかります。犬猫がどん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 増えていくとお世話する人件費もたくさんかかる、そんなお金国にはありませんよって言って、それで処分されていくわけでございます。日本の場合保健所は、基本的には殺処分を待つ場所です。でもドイツのティアハイムっていうところはその、まあ、いろんな理由がありますよ。のっぴきならない理由、まあ、例えば一人暮らしでね、ペットを飼ってて飼い主さんが亡くなった場合とか、ね、もうどうしようもない、飼い主さんが病気で、ペットを飼えるような状況ではなくなってしまった場合とか、もう絶対にもうこれ以上は無理なんですって言った場合にティアハイムに送られる。で送られた犬猫たちは、殺処分を待つんじゃなくて、また新しい飼い主様がそこに現れるのを待つ場所なんです。でも日本と同じでそんなとこにずっと置いとくわけにいかないよね、ね、パンクしちゃうよね。でもドイツがなぜパンクせずに殺処分ゼロを実現可能できているかというと、コストですね、餌代、もちろん電気代、もろもろトリミング代、いろんなお金かかるよね、ご飯食べて排泄したら排泄したの掃除しなきゃいけない、掃除する人件費がかかる、ご飯代でエアコン代電気代もかかる、いろんなお金が犬飼育するのにはかかります。個体によってはたくさん医療費がかかる子もいるし、それも、月に何万も何十万もかかる子もいる。それをドイツの人たちっていうのは、ドイツ人みんながボランティアで募金して賄っております。でも日本人っていうのは、そこが違う、
お金は出したくない、うん、犬猫は助けてあげたい、でもお金は出したくない。なんでかっていうと、僕はそのお金で美味しいビールが飲みたいから、うん、なんでかっていうと、僕はそのお金でかっこいい車に乗りたい、うん、素敵なお洋服を着たい、うん、そのお金でキャバクラに行きたい、ね、みんな自分の娯楽にお金を使いたいんですよ、日本人って、うん、で使って使って余り余った100円募金してもいいかな、余ってると言うのかな、その100円、これが日本人の感覚です。でもドイツ人の場合は逆、困ってる犬猫がいるから、うん、ね、まずは自分の娯楽の前にその子たちに今月3万円募金しよう、それで100円余ったから、じゃあこの100円で帰り道でチューハイでも買って帰ろうかな、うん、これがドイツ人の感覚です、うん、ここに大きな差があるのかなっていうところ、うん、ね、偽善心じゃないんですよ、うん、自分の身を犠牲にして動物たちを守ってあげようっていう、そういう精神がドイツという国に根付いている、うん、で日本にはやっぱりそれがなくて、そこが大きい魚っていうふうに思います、うん、結果的にそういうふうにもうありふれる、あり余るお金が、ティアハイムに集まるので、犬猫たちはずっとそこにいられる、お金があるし人でもたくさんあるから、そこでたくさんお世話もしてもらえるし、幸せで健全で、綺麗なね、ところでずっと過ごせるわけですよ、うん、ドイツにはペットショップがございません、うん、ね、生体販売禁止、ペットショップでの、うん、でドイツの人はじゃあどっから犬猫買うのっていうと、さっき言ったティアハイムにお迎えに行く、うん、もしくは、ブリーダーさんのところに直接お迎えに行く、うん、やっぱ日本人との大きな違いだけども、ドイツの人たちっていうのはそういう出会いにすごい感謝する、うん、日本人ってなんかな、犬猫飼いてえなって言って迎え行く、保健所に、うん、ね、で、あ、この子かわいい、こっち見てるって言ってそいつ迎える、うん、ものすごくそのティアハイムに感謝する、うん、ね、この出会いに感謝、今日まで保健所、ね、保健所で育ててくれてありがとうございますって、ね、保健所の人に感謝して菓子折り持ってった人そういないんじゃないですか、うん、ね、ドイツの人っていうのはティアハイムからワンちゃん猫ちゃんをお迎えした後にものすごい募金する、うん、ありがとうって、この出会いに感謝、今日まで健康に育ててくれてありがとうっていう気持ちで、その子をお迎えした後にも毎月さっき言ったみたいに何千円も何万円も募金したりとかする、うん、感謝する、そういうところの魚っていうふうに思いますね。もっと根本的なそういうお金を何に使うかっていうところの感覚もこの直結してるんじゃないかなというふうに僕は思います、うん、僕もよく、動画炎上しておりますけども、うん、やっぱり一頭ポッチ引き取ったってしょうがない、うん、そこじゃないんだ、もちろん引き取ることはいいことなんだ、うん、ね、悪いことじゃないし、ね、なんだけども別に褒められることじゃないからね、うん、っていうのは声を大にして言いたい、うんうん、別に一頭、ね、犬猫一頭引き取っていや偉いねって助けてあげたんだねって褒められるようなことじゃないんだ、うん、そう命を大事にするのなんていうのは当たり前のことだし、ね、そうこれからね処分されるかもしれない子たちがいて助けたいって思う気持ちは当たり前なんだと、うん、そんなことは人間にとってもともと備わっている当たり前のことなんだ、うん、でも大事なのは本当に褒められるべきことっていうのはドイツの人たちみたいにありがとうっていう気持ちを込めてその後ずっとねその施設とか団体を支援し続ける、それこそ自分の洋服もね我慢して今月旅行行く予定だったけど旅行やめて募金しようかなとか、うん、ね、あ、生ビール飲みたいけど発泡酒で我慢してその分募金しようかなって、ここまでできている日本人がどれだけいるのかと、うん、その差かなっていうふうに思いますね、うんうん、このティアハイムでは犬のトレーニングとかもドッグトレーナーさんがやっていて、お迎えに来た人がね飼育後に困らないようにしっかりしつけしてから、お引き渡ししたりとかっていう体制も整ってるんだよね、うんうん、やっぱりしつけとかその飼い主さんとの主従関係とか、っていうのは子犬の時から飼わないとなかなか構築できないものなんだけども、うん、そういうところのねトラブルがないようにしっかりとした、そういう体制も、整っているといったところですね。引き渡した後の飼い主さんへのフォローとかその辺のね、部分も、まあ日本でいう保健所側の人たちの意識もやっぱり高いのかなっていう印象、うん、でドイツっていうその社会自体もすごいペットと
根強く、密に、なっていて、日本で、ファミレスとかに犬猫連れてくるなんて考えられないよね、うん、なんだけども、結構ドイツだったら飲食店犬猫 OK のところがほとんど、うんうんうん、電車も OK、飛行機も OK、うん、基本的に、まあ、人間の赤ちゃんみたいなもんだと思っていいかなというふうに思います、うん、まあ、日本で赤ちゃん立ち入り禁止だよっていうのって、まあ、居酒屋ぐらいだよね、うん、みたいな感じで、基本的にはどんな場所でも犬猫連れて一緒に行けるよっていうのがドイツの社会です。うん、そうなってくるとやっぱりこう飼育もしやすいよね。お散歩の時は、ノーリードでもいいよとかね。だから普通にこう紐つなげないでその辺犬と猫がうろうろ飼い主さんとしてるんだよね。でかといってガブガブガブってね噛みついたりとかどっか逃げてっちゃうんじゃなくて、やっぱりそういう、ね、トレーニングもしっかりされているから、そういう事故も、世界でもトップに少ない国でございます。日本なんかだとね、ノーリードで犬ねほぽらかしといたら逃げちゃうよとかね、子供に噛みついちゃうよとかね、他の犬噛んじゃうよってなるかもしれないけども、それは犬が噛んでるっていうよりかは、ちゃんとしつけしなかった人間が噛ませてるっていうふうに僕は思いますね、うん、だから本当に全然もう別世界だよね、うん、ノーリードでみんな犬猫散歩させてて、でそれでね飲食店に犬と一緒に入れて、どこでも犬と電車で行けるなんてね、すごいもう別のね星の話なんじゃないかな、別の生き物の話なんじゃないかなっていうぐらい全然違う世界です、うん、だからこそ、大事にできるし、だからこそ捨てない、うん、だからこそお迎えもしやすいっていうね、うん、面があるんだと思います。でなんでそういう社会が作れたかっていうと、まあ、やっぱりね何回も言うけどお金かなって思いますね、うん、ドイツの人たちがどのぐらいねそのそういう犬猫たちにねお金を払っているかっていうところだと思います、うん、言うてもやむを得なく処分される犬もいます、うん、どういう理由かというと、まあ、考えなくてもわかるだろうけど、まあ病気でね、どうしても、感染病とかで、止めなきゃいけないって、うん、ね、ドイツの社会が幸せに過ごせるようにその犬をどうしても、処分しなきゃいけないっていう場合はあります、うん、まあでもそういった場合でも、苦痛がないように痛みがないように、獣医師が、注射でブスッとねスーッと安らかに眠れるように、処分するそうです、うん、まあでもそういう時にもねやっぱりこう犬のことをね最後まで思って苦痛のないように安らかにっていうやっぱ精神はね、ドイツらしいかなっていう尊敬すべきとこですね、うん、で日本の場合はやっぱねそんな関係ないからね、いくら苦しもうがいくら痛かろうがね関係ないっていう感じで処分してますけども、うんうん、やっぱそういうところかなっていう感じですね、うん、僕はまあブリーダーっていう仕事をしてて、そういう現実とかね、まあ映像とかもたくさん一般の人よりも見てきたし、うん、厳しいそういう業界のねことも見てきました。一般人の人たちの意識の低さも、見てきました。で僕がブリーダーを辞めた理由は、ね、お金が1億円貯まってファイアしたからじゃなくてそういうとこなんですよね、うん、やっぱりものすごく意識が低くて大嫌いな日本人、ね、日本人は好きだよ、でもペットを飼う日本人の意識は大嫌いです、うん、なんでそういう国でこういうブリーダーっていう仕事をしてね、報われないなっていうか、こんなやつら相手に商売したくないなってやっぱり最後思っちゃってブリーダーっていう仕事を辞めるに至りました、うん、でまあ今日いろいろお話しましたけども、こういうのはね、本当に短いスパンではどうにもならないことですから、うんね、50年100年500年っていう時を経て変わっていくものです、国っていうのは、うん、だからこんな僕がね底辺 YouTuber がこんなところで声を大にしてもなかなかねそう変わることではないです、うん、でもその50年100年500年の小さな一歩一歩が今日の一歩でございます、うん、だからね別にいいやそんなこと俺何やったってね変わんねえからじゃなくて、あこういうこの人いいこと言ってたなってね、そう、うん、あこういう意見広まってほしいな、いつか日本もそうなってほしいなって少しでも思った方は、高評価ボタンそしてコメントでなんか残していくのは当然のごとし、SNS でね素晴らしい動画見つけたよって言ってシェアしてくれたりとかすることから始まります、うんね、そんなこと当たり前だよ、今日のドイツの話したらね、ドイツの人らは自分のお金犠牲にしてやってんだもんさ、うん、
どうせね、金なんか一円も払わないで動画見てどっか行くんだろ、どっか行くんだろ、ね、せめてさ、SNS でシェアしたりとかね、うん、そう、高評価ボタン押すところからね、初めてさ、そう、ちょっとずつ変わればいいなって思う人はね、ぜひ、ね、いろんなことやってみてはいかがでしょうか。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。でもこれ、伸びるって思ったやつは伸びね。ああ、そうだね。そうそう、伸びる感が出ちゃってる、うん、伸びる感が出ると伸びない面白いでしょって顔して言うと面白くない、うん、かっこいいでしょって言われるとかっこよくなるみたいな、かっこつけちゃうとかっこ悪くなっちゃう、うん、と一緒で、うん、はい。